ヒルズキャストラウンジ。ここヒルズキャストのラウンジでは、東京を面白くするアイデアを持った人たちをお迎えしています。今月のゲストは長野オリンピックスピードスケート金メダリストの清水秀明です。スピードスケートを長く続けてこれた理由、23歳の時がちょうど長野オリンピックで金メダル取れた時だったんですけども、そこからさらに10年以上スケートを続けたんですよね。でそのモチベーションとものとなったものっていうのは何ですかってよく質問されるんですけれども、長野オリンピックで金メダルを取った後に達成感がさほどなかったんですよね。取ってみると意外にこう充実感はあったんだけれども、達成感がなかった。じゃあそれはなぜなのかって自分に自問自答したんですよね。そうするとやはり競技を通じて何かを求めて何かを答えを出していく、ゾーンと言われている潜在能力的なものを発揮するにはどうしたらいいのかっていう、自分の体を通じての実験をしたいな。そしてその内容、結果はもちろん出せればいいですけども、競技に挑んでいく上での過程、トレーニングもそうですし、どれだけ最高のパフォーマンスを練習でもレースでも出せるか、ピークパフォーマンスを狙った通りに出せるかっていう実験をしたくなっていった。それが競技を続けていく上の面白みであったんではないかなと思います。この CM はポッドキャストでも配信しています。また読めるラジオのページもご用意しています。森ビルのウェブサイトヒルズキャストへどうぞ。東京をもっと楽しみませんか？森ビルです。